ミックスナッツとドライフルーツ、そして、アンパンですね。ガチョウです。今回はですね、走るために誰もが使っている、誰もが知っているスーパーフードです。ああ、あれねと言われている食品たちなんだけど、意外に知ってるようで知らない一面もあったりするので、簡単になんですけど、ちょっとまとめてみました。納豆、オレンジジュース、ヨーグルト、バナナ、梅干し、鶏のささみ、ミックスナッツとドライフルーツ、そして、アンパンですね。納豆、筋肉の修復をするタンパク質、それから三大要素である炭水化物、脂質、タンパク質、この代謝を促進するビタミン B2 も含まれています。そして汗で流れ出てしまった鉄、これもですね、補給することができます。 100% のオレンジジュースです。練習中とか練習の後に手軽にですね、糖質とクエン酸を補給することができます。まあ、走ってる最中に何もこう固形物が食べられなくなってしまった時に、手軽に中に体の中に流し込むエネルギーとしてはすごくおすすめです。ヨーグルト、走った後の疲労を回復するために有効なタンパク質がたっぷりと含まれています。それとあとカルシウムも含まれていますね。バナナ、ランナーに嬉しいカリウムなどのミネラル、それからポリフェノールも含んでいます。そして何よりもすごく消化がされやすい糖質、ビタミン B を含んでいるので、走る前に食べるっていうのがおすすめですね。梅干しです。クエン酸がたっぷりです。疲労回復にすごく効きます。それから汗で失われたナトリウム、その類のミネラルも多く含まれています。鶏のささみです。とても消化の良いタンパク質と、そのタンパク質の代謝を促進するビタミン B6 を多く含んでいます。そして、低カロリーなので、あまりこう体重を増やしたくないランナーの調整器、レース前の調整器だとかで、主食に使っている人もすごく多いですね。ドライフルーツとナッツ、食物繊維、ミネラル、それからビタミン、これを摂ることができます。ドライフルーツに関しては糖質を、そしてナッツに関しては良質な油、脂質を体に蓄えることができます。アンパン、小豆に含まれているビタミン B1 と B2 が取り込んだ糖質のエネルギー転換、代謝を促進してくれます。なので走っている途中に摂る補給食としてアンパンおすすめです。いかがでしたか。普段何気なく食べている食品も、お腹に入っている成分がまちまちで、機能も違うということが少し分かったと思います。例えば走る前に食べるんであれば、バナナのような、すぐにこうエネルギーに転化されて、これから走る時に必要な成分が入っているもの、そして走っている最中、その後のパフォーマンスの低下を防ぐために食べるんであれば、ドライフルーツだったりアンパンだったり、オレンジジュースなんかを取った方がいいと思います。そして走り終わった後の疲労回復という意味では、納豆、それからヨーグルトというものを摂取すると体にすごくいいと思います。なのでそのシチュエーションに合わせて、普段食べ慣れているものもセレクトした方がいいというふうに思います。はい、今回は以上です。今後もですね、こういうランニングの豆知識みたいなものをどんどんアップしていきたいというふうに思ってます。走るモチベーションが上がるような、高まるような内容を目指していきます。ぜひともですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ガチョウでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。